んブヒブヒブ小豚ニュースのお時間です。今回はインドのチャンドラヤーン2号月面探査機着陸ミッション中に信号途絶というお話です。最初にメンバーをご紹介します。月を高度100キロで周回してデータ収集をするのが月周回探査機のオービター。月面を動き回って探索するローバーの名前はプラギャン。サンスクリット語で知恵や英知の意味です。ローバーを抱えて月に着陸する役目はランダーのビクラム。インド宇宙工学の父と呼ばれる物理学者でISRO インド宇宙研究機構初代所長のビクラム・サラバイに由来します。2019年7月22日に打ち上げられたチャンドラヤーン2号は8月19日に月周回軌道に到達し、9月2日に月を周回するオービターと月を探査するプラギャンローバーを抱えたビクラムランダーが分離。9月7日にいよいよビクラムランダーが南極月面着陸を目指し、着陸したらプラギャンローバーが地球時間の14日間をかけ月探査を開始する予定でした。しかしいよいよという時、月から 2.1 キロの高度で通信が途絶しました。スラスタに異常があったのか、形状の問題なのか、原因はまだ分かっていません。もし成功していればアメリカ、ロシア、中国に続き史上4番目に月に着陸した国としてインドが加わる予定でした。この偉大なチャレンジに世界中の宇宙ファンが関心を寄せていました。インドは宇宙事業に熱心ですから、モディ首相は科学に失敗はない、あるのは挑戦と努力だけだ、しっかりと前を見てと事業の継続を後押しするスピーチを行いました。またモディ首相がISROを後にするとき、通信が途絶えて責任を感じ涙ぐむISROの K シバン会長を抱擁し慰めました。月着陸は難しく、半自動制御で行われる着陸の最終プロセスは恐怖の15分間になる、成功の確率は 37% と K シバン会長は月着陸の前に述べていました。後にインディアンエクスプレスが報じたところによると、月面から335メートル上空までは通信が維持されていたということです。通信が途絶えたその日、周回機オービターは着陸機ビクラムランダーの熱画像を撮影しました。ビクラムランダーの位置情報が分かれば、分解の32センチメートルの高解像度カメラで撮影できるかもしれません。ISROは通信を必死で試みています。インド人の中にも我が子を探すように必死でビクラムランダーの消息を探り、 NASA がビクラムランダーと交信しているデータに変化があると、ビクラムランダーの消息ではと期待とともにツイートをしています。いずれにしてもビクラムランダーとの交信の期限は9月21日までで、それを過ぎると月が月の夜に入りますから、月の南極のマイナス200度以上に耐えられる設計はなされていないため、動作の保証はされません。 ISRO はそれまでビクラムランダーとの通信を試みる予定で、すでに月軌道に乗ったオービターは1年間の運用を超えてほぼ7年間の運用ができると発表しました。月着陸が失敗してもチャンドラヤーン2号のミッションは90%から95%達成されたということです。今月への探求熱が盛り上がっています。日本も ISS 関連国で作る月近傍有人拠点ゲートウェイへの参画を決めましたが、インドのISROと JAXA の共同事業も検討しています。2023年頃、インド担当の着陸機と日本担当のローバーを乗せ H3 ロケットで月の南極を目指します。それにしても、せめて月周回機のオービターがビクラムランダーの撮影に成功してほしいです。もしできればビクラムランダーとの交信ができたらと
希望を持たずにはいられません、ブヒよ。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブヒー。